1800年代初期の東フロリダと西フロリダ西フロリダはメキシコ湾北岸の東西に広い地域であり18世紀後半から19世紀初頭にその地域を表すために使われた名前であるその歴史において何回も境界と支配者が変わったこの地域を統治したのはフランスス、スペイン、イギリス及びアメリカ合衆国であり一時期ではあるが 西フロリダ共和国として独立し、また南北戦争の時はアメリカ連合国に属した。最終的にはアメリカ合衆国が地域全体を統治し、現在ではルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州及びフロリダ州の一部となっている。拡張された西フロリダ1767年西フロリダは、 1682年から1763年まで東部のスペインと西部のフランスに分かれて統治されていた。スペインはフロリダ植民地の一部としてペンサコーラに拠点を置いていた。フランスはフランス領ルイジアナの一部としてモービルを拠点としていた。フランス領ルイジアナはヌーベルフランスの一部とも考えられた。七年戦争を終結させるパリ条約の交渉において イギリスはスペイン領フロリダとフランス領ルイジアナの一部を譲り受けた。フランス領ルイジアナの一部とはミシシッピ側とペルディド側の間でポンチャウトレインコの北の地域であった。フランスは別の条約でルイジアナの残りをスペインに割譲した。イギリスはその領土を東フロリダと西フロリダに分割した。東フロリダは現在のフロリダ州にほぼ相当し、 西フロリダは、ミシシッピ川とポンチャウトレーン港、西の境界に、北緯十一度線を、北の境界に、アパラーチコラ川を東の境界にしていた。西フロリダの首都は、ペンサコーラ都市、百六十三年十一月の知事は、ジョージ・ジョンストンであった。七百六十四年、イギリスは、北部境界を北へ動かし、ヤズル川口から東にチャッタフーチー川まで、 北緯32度28に設定し、現地のミシシッピ州とアラバマ州の南部およそ3分の1を含むことになった。アメリカ独立戦争の間、知事はピーター・チェスターであった。フロリダ駐在イギリス軍の指揮官はジョン・ギャンベル・オブ・ストラチャーであった。アメリカ独立戦争を終結させる1783年のパリ条約でイギリスは フロリダをスペインに戻したが境界をはっきりさせていなかった。スペインは1764年の拡張された境界を望んだがアメリカは北緯31度線を要求した。1795年のサン・ロレンゾ条約でスペインは31度線を境界と認めた。1800年の秘密のサン・イルデフォンソ条約でスペインは元フランス領ルイジアナをフランスに戻した。しかし、 この時も、境界をはっきりさせていなかった。1803年に、フランスがアメリカに、ルイジアナを譲渡した時、スペインとアメリカの間に、別の境界紛争が起こった。アメリカは、ペルティド川からミシシッピ川までを主張したが、これは1763年に、フランスが割上した時の古いルイジアナ植民地の一部であった。スペインはその地域を、 西フロリダの一部として管理していたことと、1800年にフランスに返還した領土の一部ではないと主張した。西フロリダ共和国のボニーブルーフラッグ1810年の東フロリダと西フロリダアメリカとスペインは、西フロリダの問題について長い間決着のつかない交渉を続けた。そうしているうちに、アメリカの開拓者たちが問題の地域に足がかりを作り上げ、 スペインの支配に抵抗した。残っていたイギリス人開拓者もスペインの支配を嫌がり、1810年には反乱を起こし、ぴったり90日間の西フロリダ共和国を作り上げた。9月23日、6月に始まった会合の後で反乱軍はバトンルージュでスペイン守備兵を打ちまかし、新しい共和国の旗を翻した。青字に、 白の星一つのその旗は後にボニーブルーフラッグと呼ばれた。西フロリダ共和国の境界は31度線より南ベルディト川より西ミシシッピ川より東ポンチャートレイン湖の北であった。南はメキシコ湾を境界とした。領域は現在のアラバマ州の南部ミシシッピ州ではハンコック、パールリバー、ハリソン、ストーン、ジャクソン及び ジョージの核軍とラマー、フォレスト、ペリー及びウェイン核軍の南部、ルイジアナ州では、イーストバトン・ルージュ、イーストフェリシアナ、ウエストフェリシアナ、リビングストン、セント・ヘルナ、タンジ・パフォア、セント・タマニー及びワシントンの核軍であった。西フロリダという名前ではあるが、現在のフロリダ州の領域は入っていなかった。西フロリダ共和国の首都は、 セントフランシスビルに置かれた。西フロリダ共和国の憲法は、多くをアメリカ合衆国憲法によっており、政府を三つの部門に分けた。行政、司法及び立法である。立法府は上院と下院があった。知事は立法府により選ばれた。憲法によれば、国の正式名称はフロリダ国であった。最初で唯一の知事は、 フルワースキップウィズであり、ルイジアナバイ州の交渉を支援した元アメリカ外交官であった。スキップウィズの就任演説ではアメリカ合衆国との合併の可能性についても言及された。ルーベン・ケンパーがスペインからモービルを奪おうとして小さな軍を起こしたが、これは失敗に終わった。西フロリダ軍の行進局には次のような詩がある。 西フロリダ共和国の領域1810年10月27日、西フロリダの一部はアメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソンの宣言によってアメリカに併合された。マディソンはそこがルイジアナバイ州に含まれることを根拠とした。はじめはスキップウィズと議会がこの宣言に抗議し合衆国に加わる条件の交渉を望んだ。しかし、 領土の摂取に派遣されたウィリアム CC クレイボーンは、西フロリダ政府の正当性を認めようとしなかった。スキップウィズは、一つ星の旗を守って死ぬ用意があると宣言した。しかし、スキップウィズと議会は、最終的に妥協し、マディソン宣言の受け入れを認めた。セントフランシスビルの摂取は1810年12月6日に、バトンルージュは12月10日に行われた。 これらの地域は新しく作られたオーリンズ巡州に組み込まれた。アメリカは1812年に西フロリダのモービル地域をミシシッピ巡州に併合した。スペインは領土に関する紛争を続けていたが、アメリカは占領地域を徐々に増やしていき、1819年のアダムズ・オーニス条約でフロリダ全土がアメリカに割譲された。アメリカは 1822年3月30日に東フロリダの大部分と西フロリダの一部を合わせてフロリダ巡州を創出した。フロリダは1845年にアメリカ合衆国の27番目の州となった。現在のルイジアナ州にある西フロリダの地域はフロリダ軍部として知られている。西フロリダ共和国歴史博物館がジャクソンにある。1993年。 ルイジアナ州議会は、フロリダ軍部を通る、週刊高速道路12号線を、西フロリダ共和国パークウェイと名付けた。2002年、フルワースキップウィーズの総尊レイラリー・ロバーツが、西フロリダ共和国憲法の原本と関連資料を、ルイジアナ州記録保管所に寄付した。西フロリダ共和国に関するカテゴリー。ありがとうございます。